どうも皆さんこんにちは、ポルです。本日はですね、初心者向けプロトコルの読み方解説ということでやっていきたいと思います。この動画を見るメリットについて説明していきますと、この動画を見ることによってプロトコルとは何か、プロトコルの読み方について、そしてプロトコルってどこで確認できるの、こういったことについてわかるようになります。以前このチャンネルでは初心者向けのフィギュアスケートのルール解説の動画を投稿しています。例えば技術点と演技構成点の違いとか、基礎点と出来栄え点の違い、こういったことについて初心者向けに解説を行ってます。今の話を聞いて少しルールについて理解がいまいちかなと思われた方は、ぜひこちらの動画を先に見ていただいてからこの動画を見ることをお勧めします。この動画については概要欄にリンク先を載せておりますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それでは早速やっていこうと思うんですけれども、プロトコルって別の言い方でジャッジスコアとかジャッジシートとか、あとはディテールっていう風に言われたりもします。このプロトコルって何なのかというと、演技の採点表のことなんですね。皆さんこの表を見たことがありますでしょうか。この表のことをプロトコルっていう風に呼びます。プロトコルを見るとその人の演技や点数の詳細っていうのが一目でわかるようになります。極端な話を言うと、選手の演技を見てなくてもどんなジャンプを飛んだのか、どういったスピンをやったのか、そしてやった技の出来栄えはどんな感じだったのかっていうのをプロトコルを見ただけでわかるようになります。それくらいプロトコルにはいろんな大事な情報がギュッと詰め込まれてるんですね。あとこれはどちらかというと選手の立場から見た話なんですけれども、プログラムや技術的な課題っていうものがプロトコルを通して見ることができます。プロトコルって言ってしまうと学校で言うところの通信簿のようなものなんですね。演技の良かった点や悪かった点っていうのがプロトコルを見ただけで一目でわかるんですね。選手たちはこのプロトコルをもとに技術的な課題の克服に取り組んだり、プログラムのブラッシュアップに取り組んだりします。少し話をそれるんですけれども、 PDCA サイクルって聞いたことがありませんか。 PDCA サイクルとはプラン、ドゥ、チェック、アクションの頭文字を取って PDCA っていう風に言われています。この4つを繰り返すことによって、例えば生産管理の現場や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく、こういった手法になってるんですね。この PDCA サイクルってビジネスやものづくりの現場でよく使われる手法なんですけれども、実はフィギュアスケートの世界でもこの PDCA っていうのはよく使われるんですね。もちろん選手はこの PDCA っていう言葉を知ってるというわけではないとは思うんですけれども、やってることに関してはこの PDCA サイクルを回すということをやっています。内容を具体的に見ていくとこんな感じですね。まずプログラムを作ったり演技構成を組み立てるっていうところがプランにあたります。次に試合に実際に出場してショートプログラムあるいはフリースケーティングの演技を行う、これが Do にあたります。試合後に演技の振り返りを行うこと、例えばスピンは予定されていたレベルをきっちり取ることができたのか、ステップに関しても予定のレベルをきっちり取ることができたのか、そういったことについてチェックしていきます。その振り返りをもって技術的な課題を克服したり、振付師の方と相談しながらプログラムのブラッシュアップを図る、これがアクションにあたります。この PDCA サイクルをガンガン回すため、つまり演技の改善をするための最強のツールっていうものがプロトコルっていう風になるんですね。ということで、ここまでプロトコルについてどういったものなのかというお話をしたり、プロトコルの重要性ということについてお話ししていきました。では次、実際にプロトコルの読み方について解説していこうと思います。初めて見る人にとってはいろんな情報がごちゃごちゃと書かれているように見えるかもしれないんですけれども、プロトコルで見るべき大きな4つの項目というところがあります。色分けしてみたので、こういった枠組みで見ていただけると理解が早いかなというふうに思います。まず真ん中のところから見ていきましょう。今青枠で囲っているところっていうのは演技中に行った技術要素のことです。技術要素とはジャンプやスピン、ステップのことを指します。これらについては略称で書かれているので注意が必要です。この略称については大まかなところをざっと挙げてみました。一つ一つ解説は省かせてもらいますけれども、ここの略称をあまり知らないという方は動画が終わった後ゆっくりここを見返していただければいいかなというふうに思います。少しややこしいのはスピンのところで、ここはかなり間違いやすいところになりますので注意が必要かと思います。
次に原点に関するマークが書かれているところをご紹介します。今画面に出てます通り5つのマークというものがありまして、この5つの記号がついているジャンプやその他エレメンツに関しては基礎点が大きく減点されたり、場合によっては点数がなくなってしまうということもあります。こちらについても個々の詳細な説明は省かせていただきますので、興味がある方はこちらもゆっくり確認してみてください。次の解説に移ります。各基礎点と一番下に書いてあるのは基礎点の合計得点になります。こちらは後半のボーナスなども加味した点数が入っています。後半ボーナスについて少し触れておきますと、数字の横に×もしくは X のように書かれた文字があると思うんですけれども、これはプログラム後半のジャンプを表すマークになります。ショートもフリーもそうなんですけれども、プログラム後半に飛んだジャンプについてはショートプログラムは1回、フリースケーティングは3回のジャンプについて基礎点が 1.1 倍になります。次は出来栄え点 GOE についてなんですけれども、複数のジャッジがそれぞれ各エレメンツについて評価を行います。ざっくり説明しますけれども、ここで見ると9人のジャッジがいらっしゃって、上と下を省いた残り7人のジャッジの点数の平均が基礎点に加算もしくは減算される、こういう仕組みになってるんですね。で、一番最後なんですけれども、こちらが基礎点と出来栄え点を足した各要素の最終的な点数になっていまして、一番下に書かれているのが全ての要素を合計した最終的な点数、これが技術点に該当します。ここの下に書いてある97.32という点数が上のトータルエレメンツスコアの 97.32 と合致していることがお分かりいただけるかと思います。次に演技構成点の5項目についても解説していきます。前回の動画でお話しした通り、演技構成点というのは5つの項目から成り立ってるんですね。その項目についての記載がプロトコルにもあります。こちらもさらっと流しますので、ちょっとよくわかんない方はぜひ動画を止めていただいてゆっくり確認してみてください。次に加重係数について、各カテゴリーにおいて演技構成点というのはプログラムコンポーネンツの点数に加重係数というものがかけられます。男子なら 2.0 で各5コンポーネンツの点数に掛け合わせてやります。ちなみに男子のショートプログラムだとここの加重係数というものは 1.00、 女子のショートプログラムは 0.80、 女子のフリースケーティングは 1.60、 こういうふうに定められています。次ですね、5コンポーネンツの各ジャッジの評価を 0.25 点刻みで10点満点で評価されます。そして一番右端ですね、出来栄え点の時と考え方は同じなんですけれども、ジャッジの最高得点と最低点数を除いた7人のジャッジの平均点が最終的な5コンポーネンツの点数として残ることになります。こちらの一番下は5コンポーネンツに加重係数をかけた5項目の合計点数になっております。ここの点数は上でいうトータルプログラムコンポーネントスコア、ここの点数になってきます。では次にディダクション減点についてお話ししていきます。例えば転倒による減点は回数に応じて1点から3点減点されます。また時間超過不足、これについては演技時間を少しオーバーしてしまって終了した場合、この場合は5秒ごとに1点ずつ点数が引かれていきます。続いて禁止技、例えばバックフリップなどの空中で縦回転を行うような危険な技、これらについては1つにつき2点の減点があります。またこれもよくあることなんですけれども、衣装違反、例えば髪飾りが落ちてしまったり衣装の一部がリンクに落下してしまった、こういった減点についての記載が書かれてあります。では最後、一番上の方を見ていただきたいんですけれども、こちらに技術点と演技構成点の点数の足し算から減点である点数を引いてやることで合計得点、トータルセグメントスコア、これになるわけです。ということでここまでプロトコルの読み方について解説していきました。それでは最後にプロトコルがどこで確認できるのかということについてもお話ししようと思います。では早速やっていきましょう。いろんな確認の方法があるんですけれども、今回王道パターンの一つとして国際スケート連盟 ISU のホームページから四大陸選手権の結果を確認する方法をやっていきます。こちらに ISU
こういうふうに打ち込んでいただいて、ISU の国際ホームページまで飛びます。これですね。これが ISU の公式ホームページになります。こちらからですね、フィギュアスケーティングというところを選択して、で、次、ここですね。エントリー&リザルトっていうところのタブの一番下、ISU リザルトっていうところをクリックしていきます。こういった感じで過去の試合結果っていうのがここから見ることができます。今回は2020年に行われた四大陸選手権ですね。こいつ、ここのデータを確認していきます。この画面が出てきた時に最後ここですね。スケーティングオーダーパーリザルトディテールっていうところをクリックします。するとこのような画面が現れます。この画面の中のジャッジスコア、ここですね。この一番下のジャッジスコアというところに先ほどから言っていたプロトコルを確認することができる、こういうわけですね。こちらが先ほどから見ていただいた羽生選手のプロトコルになってます。以下、ジェイソン・ブラウン、鍵山優真選手、こんな感じでプロトコルを確認することができます。ちなみに今のやり方が国際大会の試合の結果のやり方です。国内大会については日本スケート連盟の公式ホームページから確認することができます。こちらから右上のタブを選択していただいて、フィギュアスケートを選択します。この右端の大会結果というところを1回クリックします。そしてですね、こちらは現在2020年から2021年のデータとなっておりますので、過去の成績というところでこれまでの試合の成績を見ることができます。例えば昨年の全日本選手権のフリースケーティングのプロトコルを確認したい場合、2019から2020、こちらを選択していただいて、国内大会というところを選択していきます。そうすると国内の公式戦の大会がずらーっと並びますので、ここから全日本選手権の大会結果を選択していきます。すると先ほどとちょっと似たような画面になると思うんですけれども、日本語表記で男子、女子、ペア、アイスダンス、それぞれの結果が載っています。そして目当てであるジャッジスコアっていうのがこの表の中の一番右側に該当します。例えば男子のショートプログラムを見ていきますと、1位が宇野選手、2位が鍵山選手、こういう風な感じで僕ら一般側でもプロトコルを確認することができるというわけです。ということでいかがでしたでしょうか。プロトコルの読み方等々についてなんとなくでも理解していただけたら幸いです。この動画がいいなと思った方は高評価の方よろしくお願いいたします。またこのチャンネルではですね、フィギュアスケートというテーマについていろいろとお話ししておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方をしていただけると励みになります。それでは今回の動画はここで終了させていただきます。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。